はい、今回は2016年式 VTR250 のスペシャルエディションの紹介動画となっております。でこちらですね、モグバイク上でもこのスペシャルエディションのカラーリングかなり台数少なくて値段もかなり高騰しておりますね。まあでもかっこいいですね。はい、で、まずついてる社外品の紹介カラーです。まずこちらエンジンガードですね、結構しっかりしたものがついております。とあとはこちらですね、デイトナさんの USB ポートがついてます。2口のタイプですね、ついております。で現状の走行距離の方が 32,984 キロになっております。はい、で消耗品類ですね、タイヤの方がちょっとリアが日々入ってるんで、こちらは納車整備で交換させていただきます。フロントも同様ですね。はい、なんで前後、新品で交換させてもらいます。はい、でそうですね、まあ、3万2000キロ、超えてるってなると結構敬遠される方いらっしゃると思うんですけども、まあ、VTR の場合ですね、正直全然心配することないと思います。というのもやっぱりまあ、バイク便とかで使われてるぐらいかなり丈夫なエンジンになってますし、でバイク便の方がやっぱり中古の VTR を探しに来るぐらい、やっぱりそれだけ定評のあるエンジンなんかなと個人的には思いますので、まあまあ、他のバイクやったら結構敬遠される方多いかなと思うんですけど、 VTR に限って3万2000円やったらもう正直全然問題ないかなと、個人的には思っております。でですね、エンジンも特に異論なく好調で、ついてくれてますので、はい、全く問題ないかなと思います。はい、で当社は保証1年1万キロ、ついておりますので、まあ、距離がやっぱり心配だという方もですね、この保証の長さでご安心いただける部分も多いのではないでしょうか。はい、でですね、まあ、かなり綺麗なこのスペシャルエディションの VTR ですね、まあ、まあうちでもなかなか入ってこない、お色となっておりますので、お気になし、今気になっている方はぜひぜひお早めにお問い合わせお願いいたします。